チェーンストアは大資本を元手にブランド、経営方針、サービスの内容、外観などに統一性を持たせ、多数の店舗の運営や管理を行う経営形態のこと。チェーン店とも呼ばれる。かつては連鎖店とも。経営学的には単一資本が自ら設置した店舗を11店以上直営している小売、飲食業のことを指し、小規模の出資者を募って店舗を設置する経営形態であるフランチャイズとは区別される。場合によっては小売業や飲食店やホテルなどのサービス業も含め統一性を持った複数店舗の集合体のことをチェーンストアと呼ぶことがあり、社会通念上ではフランチャイズの意味も含めて使われている。これは客から見れば直営店とフランチャイズ店の区別がほとんどつかないことと同一形態の直営店とフランチャイズ店両方を持つチェーンも数多く存在するためである。なおチェーンストアの典型であるゼネラルマーチャンダイズストアに関しては百貨店との差は近年なくなりつつあるように思われているが、百貨店は高級品を対面販売することを重視する一方で、チェーンストアの大多数は客のセルフサービスによる一般品の大量販売を重視している。同一敷地内に集中出店して集客の相乗効果を狙うチェーンストア、兵庫県丹波篠山市、東部紀19世紀後半には都市の中心地に百貨店が成立したが、チェーンストアは中心地以外において新しい小売形態として勃興しつつあったもののようだ。これは同一所有のもとに複数の店舗を所有し、中央での一括集中仕入れにより薄利多売を目指すチェーンストアのことである。登場した要因としては、食料雑貨が差別化できない一般的なステープル商品であり、身近な店で買うのが消費者の購買慣習であったことから、都市人口の増大により多数の店舗展開が可能になったためと考えられるようだ。本格的に発展するのは自動車の普及と中小都市が本格的に発展する1920年代だが、19世紀後半には登場し始めていた。方法論としては、百貨店が1店舗の規模を拡大したのに対して、チェーンストアは店舗を追加して成長した。また、多数の店舗で販売する商品を本部で一括購入するため、大量仕入れによる規模の経済を享受でき、薄利多売を最も強力に推進することができる。そして、廉価販売のために従来行われていた、商品配送や掛け売りなどのサービスを廃止したことや、同じ設計の店舗を増やすことで、買い物客は、どこの店でも同じ商品が購入できるように、商品と店舗の標準化が行われ、販売の合理化が進められた。具体的には、チェーンストアは、一般的には1859年に、紅茶やコーヒーを販売する A&P、英語版から始まったと言われている。ただ、この時点では、紅茶やコーヒーのみの販売であり、食料品のチェーンストアではない。1878年から A&P の支配人となったジョージ H ハートフォード、英語版によって、食料品のチェーンストアが始められたようだ。ハートフォードが支配人となった1880年代初めには、まだ A&P は、紅茶とコーヒーと砂糖のみを販売していた。しかし、息子ラドラム、英語版が入社し、ベーキングパウダーなどを製造ラインに追加するように、説得し、他にも提供する、アイテム数を増やすための会社を立ち上げた。これによって、会社名を製品ラベルにつけることにより、チェーンストアが自社ブランドで製品を販売するという形態を作った。また、日本では、世界恐慌の影響により個人経営店が少なくなり、チェーン店が広がっていくこととなった。ただし、現在のチェーン店の形態とはまた異なるものである。日本では、資生堂が1927年より、支店に配布するための雑誌、チェーンストアを発行している。単一資本が、ブランド、経営方針、サービスの内容、作業ノウハウ、外観などを共通化した店舗を多数ですることによって、大きな利益を生み出す目的で行う経営形態。当初は、比較的狭い地域や、県庁所在地などの都市部に集中する形で出店し、地域の顧客に対して、地理的、心理的により近づいて知名度を高めることで地盤を固める。さらに、広域の地方にまで出店することにより、収益力を強化する。多くの場合、業態としては、ゼネラルマーチャンダイズストア、スーパーマーケットや、ホームセンター、フランチャイズ制も併用する、コンビニエンスストア、ドラッグストア、などの小売業をはじめ、ホテル、飲食店で展開されている。交通、通信の発達とともに、広報管理業務など、顧客に直接接しない仕事を、店舗からできるだけ切り離すことが可能となり、また、コンピュータなど、その他の技術の進歩を取り入れることにより、より合理的な運営が可能となっていった。チェーンストアは地方にまで大量に出店し、それを活かすため次のような仕組みを持つ。他店舗を経営する上で、取り扱う商品を、同一化することによる大量仕入れを行っている。それゆえに取引先に対して強い価格交渉力を持つことで仕入れ原価の低減を図っている。小売業では他社との差別化を図るため、もしくは価格面で他社よりも優位に立つために自社専用商品を開発、販売する手法がある。製造する工場を確保することが重要である。飲食業では、セントラルキッチンによる一括大量調理を採用して、原材料のコストの削減と品質の安定を図っている。独自の物流、情報システムを有する。店舗内外の設計、施工や内装、備品類などを標準化することで、出店コストの削減が図られている。顧客の欲求に合った店舗のコンセプトの開発と、その改良を行う開発力がある。薄利多売がモットーと思われがちだが、利益を追求するためには一つ一つの商品の販売における粗利益の増加が必要不可欠ではあるが、販売価格を上昇させるよりも仕入れ値の低減によって増益を求めている。しかし業態によって扱う商材が違うため、一概には言えない。知名度を上げることや、全店共通商品の周知を目的として、テレビ CM や新聞広告など影響力の大きいメディアでプロモーションを行う。特定の地域店が取り扱う商品の情報は、新聞の折り込みチラシやインターネットなどでプロモーションを行うことが多い。各業務の標準化、単純、特殊化、集中化をコンセプトとして、それを遂行するために、上記の戦略によるシステムを人件費の安いパートタイマーでも運営可能にするために業務の標準化やマニュアル化が図られている。従来から日本では本店に勤務していた社員の功労に対するインセンティブを兼ねて本店からののれん分けによる一部資産やノウハウの移譲という形で支店を設立しての多店舗化が行われることが多かったが、日本的なのれん分けは、店舗経営者の経営自由度が高いのに対し、ここでいうチェーンストアの方法は、本店に対する支店という概念は全く存在せず、各店舗はあくまでも、同一チェーンの対等な一店舗という位置づけがされてはいるが、経営自由度が低いことが、日本的な、のれん分けの手法とは異なる。ゼネラルマーチャンダイズストアやスーパーマーケットが、主体の業界団体である。日本チェーンストア協会の通常会員入会資格は、チェーンストアを営む小売業法人であって、11店舗以上、または年商10億円以上の規定があるが、99、プラスのように上記の条件を満たして、かつ、フランチャイズ方式も採用している企業も加盟している。同様の小売店の業界団体には、他にも、日本フランチャイズチェーン協会と、日本チェーンドラッグストア協会がある。趣味や娯楽に特化した商品を扱う店舗でカテゴリーキラーとも言う。ディスカウントストアドラッグストアホームセンター、家具系家電、カメラ、パソコン系音楽、ビデオ系カー用品店衣料品、スポーツ用品系100円ショップメガネ店時計店、写真やその他専門業態ファストフードファミリーレストラン、専門店居酒屋、連鎖店、欧米における大規模商店に対する小規模商店の対抗競争、実作、国民同志会調査部編、国民同志会。1938ハットと31アイスクリーム、宇宙王、イエローハット、左下、日本マクドナルド、右下、セリア・ロバート・ソーベル・青木栄一、セブンイレブンの経営私有比較、1994年4月10日。チェーンストア、1927-1941、資生堂ハットプライベートブランドあるいは、ストアブランド商品などと呼ばれる。ありがとうございます。